沼津御用邸は、明治期から昭和中期まで利用されていた、御用邸。1893年7月、大正天皇の西洋のため、静岡県寸東郡静浦村の、島後御陵林内に造営された。1969年12月に廃止され、翌年7月に、沼津御用邸記念公園が開設され、現在に至っている。沼津御用邸周辺の空中写真。 1988年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。敷地面積は10万4402.1平方メートルで、千本松原に連なる広大な松林と駿河湾に面した砂浜の中にある。明治時代、周辺には大山岩小屋西郷津継ぐ道、大北加藤など、 玄君の別荘も存在していた。北北西の方向に富士山が見える風光明媚、かつ温暖な地である。1945年7月、沼津大空襲で本邸を消失し、1969年12月に廃止され、沼津市へ移管される。そして翌年1970年7月、残された東付属邸と西付属邸を中心として、周囲の緑地と共に、 沼津市が沼津御用邸記念公園として開設した。1994年には第125代天皇上皇秋人が行行した。現在でも市民などの憩いの公園となっており、また海岸沿いを走る国道414号から近く交通の便も良い。市民らからは公園地域ともども御用邸と呼ばれて親しまれている。ありがとうございます。